口づけは、拓馬高行による儀曲。拓馬主催の劇団、東京セレソンデラックス10周年記念第2弾作品として、拓馬演出により2010年7月に初演、幻冬者より2012年9月27日観光の純愛儀曲集に収録された。知的障害者のグループホームを舞台に繰り広げられる、仲間たちの温かな交流と父子の愛を描いた、ヒューマンドラマ。 2013年には拓馬自身により、小説化されたほか筒堤幸彦監督、漢字やし堀り主演で映画化されている。演劇集団演の金田明夫と NHK 連続テレビ小説、翼で共演した拓馬が、テンション高く振り切った感情をごく自然に表現できる、実力の持ち主であり、これほど関心を寄せ尊敬する俳優はなかなか出会えないとして、金田に、もうアプローチし、 流れ星を感激した金田は、宅間の誘いを二つ返事で了承して、本作の企画がスタート。2001年の脚本執筆開始から、がむしゃらに作り続けた、お客様が喜んでくれるものから一旦立ち止まり、改めて自分自身の金銭に触れるものって何だろうと、考え直した時にふと思い浮かんだ10年以上前に、新聞の片隅で見つけた小さな事件記事をモチーフに、 タクマが学生時代を過ごした埼玉県本城市を舞台にして執筆された。金田の18年ぶりの客演による2010年の東京セレソンデラックスによる初演は舞台史上一番ラケルとの話題を呼び、小劇場公演ながら2万4千人の観客動員を記録した。劇団東京セレソンデラックスの10周年記念作品として2010年7月から10月に初演。 タクマ主催の演劇プロジェクト、タクマフェスティバルジャパンにより、第3弾公演として2015年10月から12月に、また、第8弾公演として2020年10月から11月に、再演予定。タクマによりノベライズされ、2013年4月26日に、原頭者より出版されている。発行元である、原頭者によれば、 小説作品が映画や舞台化されることは珍しくないが、逆に舞台作品が小説化されるのは異例のことである。小説化にあたっては単純なノベライズではなく、主人公の父と母の出会いなど詳細な背景描写を加えたものとなっている。拓馬高行が脚本を手掛けて映画化され、2013年5月25日に公開された。配給は投影。 デビュー11年目にして、映画初主演となる、漢字谷しほりがまこを、その父を、竹中直人が演じている。二人の共演は、これが三度目、父娘役は2009年公開の映画、僕らのワンダフルデイズ以来二度目となる。2013年4月18日に行われた映画の、完成披露会見では漢字屋が、竹中の方に、感謝のキスを送り、 5月15日に行われた公開直前イベントでは、ローティーン向けファッション誌、ピチレモンとのタイアップで、父の日デートファッションショーが開催され、二人は腕を組んで登場して、ランウェイを歩き、ショーのトップバッターを務めた。監督は、同舞台を見て感動したという堤幸彦。当初は誰でもいいから映画化した方がいいと、進めていたが、自らがメガホンを取ることになり、 天命だと思いましたと話している。劇団のような撮影にしたかったため、5台のカメラで細かくカットを割らず、台本22ページ分を一度も止めずに撮影されたシーンもあるという。イタリアウディネファーイースト映画祭にて、2013年4月20日にエンジェルホームの映台で上映された。日本での公開発集の観客動員数ランキングでは12位。 最終講習については発表対象外とされた口づけに関するカテゴリーありがとうございます。